いつもご視聴ありがとうございます。本日は 130K Mark X 後期とレクサス IS300H 後期を徹底比較していきます。当チャンネルではこういった車関連の動画を日々配信しておりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは本日の内容に入っていきましょう。今回の10項目徹底比較の目次はこのような流れになります。最初に両者のスペックを見ていきましょう。スペックを見ていただいた通り、 2500cc のガソリン車とハイブリッド車の差がありますが、実際私が試乗してスペック以上に差があったのかどうかなど話していきたいと思います。現在私は V36 スカイラインの後期を乗っておりますが、 130K Mark X の前期、中期、後期をレンタカーやディーラーで何度か借りたことがあります。現行レクサス IS300H は中期、後期をディーラーで試乗したことがあります。同じ 2500cc のハイブリッドエンジンを搭載したクラウンやカムリにも乗ったことがあるので、詳しく解説できると思います。今回は後期同士の対決になりますが、 130K Mark X が2016年で、レクサス IS が2020年にそれぞれマイナーチェンジしており、約4年以上の差があります。その4年の差がありますが、今回は同じ後期モデルとして年式や価格を考えず比較していきます。なお、Mark X は2019年12月に生産終了してしまったので、現在新車での購入ができません。早速10項目比較していきましょう。まずはじめに加速性能の比較に入ります。レクサス IS300H はガソリンとモーターを合わせたシステム総合出力で、最高出力が220馬力で、最大トルクが 30.6 キロとなっています。マーク X とレクサス IS は最高出力が17馬力、最大トルクが約6キロ、レクサス IS の方がカタログスペックが上です。出だしの加速はハイブリッド車であるレクサス IS の方が俊敏でスムーズな加速をします。V 型6気筒エンジンは出だしがややもっさりしているので、出だしの加速はレクサス IS に軍配が上がります。中高回転域の加速力は若干マーク X の方が上です。最大出力やトルクはレクサスの方がカタログスペックは上だが、重量が 200kg ぐらい重く、中高回転域ではマーク X の方が力強い加速をします。マーク X は V 型6気筒エンジンを搭載しているので、中高回転域で加速が盛り上がるので、体感的にもレクサス IS よりも速く感じます。CVT の直列4気筒エンジンでは高回転域ではあまり力強さを感じられません。よって加速性能は低回転域がレクサス IS で、中高回転域はマーク X がそれぞれ持ち味を発揮できるエンジンとなっています。街乗りが中心の人はレクサス IS で、高速や信号の少ない回送路はマーク X がそれぞれ持ち味を発揮します。続いてダイレクト間の比較をしていきます。マーク X が6速 AT で、レクサスが CVT なので当然ですが、マーク X の方がダイレクト間のある加速をします。レクサスは CVT なのでスムーズで高級車らしい加速をしますが、スポーツセダンらしいダイレクト感のある加速はしません。一方のマーク X は6速 AT を搭載し、ダイレクト感もあり、多段 AT にしてはスムーズな加速もするので、高級セダンらしい走りもスポーツセダンらしい走りもできます。ダイレクト感はマーク X の方がレクサス IS よりもあり、優れています。私はダイレクト感のある加速が好きなので CVT より多段 AT の方が好きです。続いてエンジン音の比較をしていきます。マーク X が V 型6気筒エンジンで、レクサス IS が直列4気筒エンジンなので当然ですが、マーク X の GR エンジンの方がいい音がします。レクサス IS は直列4気筒に CVT を組み合わせているため、中高回転域でのエンジンのうなる音が非常に安っぽい音がします。一方のマーク X は中高回転域まで回した時の音は V 型6気筒エンジンらしい迫力ある音がします。基本的にどちらのエンジンも常用回転域では静粛性の高いエンジンです。アクセルをがっつり踏んで中高回転域まで回した時に雲泥の差が出ます。続いて走行性能の比較に入ります。同じ FR セダンですが、直進安定性やハンドリング性能はレクサス IS が上です。レクサス IS はボディ剛性が高く、地面に張り付くような安定感があります。またコーナーに入った時のハンドルの切れ味と安定感も非常に高いです。一方のマーク X は2009年設計ということもあり、直進安定性やコーナリング性能ともに若干不安定な部分があります。私が試乗したマーク X が16インチで、レクサス IS が18インチだったので、その差もあったのかもしれません。続いて乗り心地の比較に入ります。マーク X もレクサス IS もどちらかというとスポーツセダンなので、やや硬めな乗り心地です。レクサス IS の方が重量があり、どっしりした乗り心地のため、マーク X より乗り心地が良いです。この乗り心地が嫌なら、一つ上のクラウンやレクサス ES をおすすめします。続いて静粛性の評価に入ります。ハイブリッドとガソリン車の差もありますが、レクサス IS の方が静粛性が高いです。レクサス IS は遮音性が高く、ロードノイズや風切り音も静かで快適に走行できます。一方のマーク X は遮音性がそこまで高くないので、ロードノイズや風切り音が車内に結構入ってきます。続いてエクステリアの比較に入ります。どちらもスポーティーでかっこいいデザインをしていますが、レクサス IS の方がよりワイド&ローボディであるため、かっこいいデザインをしています。レクサスは大きなスピンドルグリルやリアテールの一文字型のデザインなど、最新車にふさわしいかっこいいデザインに仕上がっています。一方のマーク X はフロントフェースは最新型のモデルらしい攻めたデザインをしているが、サイドやリアビューは2009年登場時のデザインのため古さを感じます。レクサス IS はスポーツセダンの完成形といってもいい素晴らしいデザインをしています。続いてインテリアの比較に入ります。インテリアに関しても設計の新しいレクサス IS の方が2ランクぐらい上を行っています。マーク X が2009年、レクサス IS が2013年に登場しており、どちらも設計が古くなってきましたが、質感もデザインもレクサス IS の方が高いです。レクサス IS の内装はコストがかかっており、高級感があり、素晴らしい出来をしています。続いて、装備の比較に入ります。装備も当然ですが、価格の高いレクサス IS の方が標準グレードでも装備が多くついています。なんといってもレクサス社なので、レクサスオーナーズデスクによるサポートや、その他快適装備や安全装備も多くついており、装備が充実しています。レクサスはナビのモニターのサイズも大きく、アルミホイールも18インチを装着しています。マーク X は最上級の RDS 以外は16インチであり、さらに F パッケージになるとアルミホイールではなくスチールホイールで、エンジンも鍵スタートになります。総合的なコストパフォーマンスで言えば、マーク X の方が良いです。マーク X は 2500cc の V 型6気筒エンジンで、6速 AT の FR 車であり、内外装の質感もそこそこ高くて、290万円という破格の安さで販売されていました。一方のレクサス IS は、ハイブリッドで燃費が良く、内外装の質感も高く、走行性能の高い車ですが、4気筒の CVT 車で525万円します。レクサス車の中ではコスパがいいが、マーク X と比べると少し割高に感じます。最近の車は安全装備や快適装備が充実しているため仕方がない部分もありますが、レクサス IS に限らず割高感があります。そう考えると、マーク X の車両価格はかなりコストパフォーマンスがよく感じます。マーク X とレクサス IS は約2倍ぐらいの価格差がありますが、内容を総合的に見て100万円ぐらいの差だと私は思います。その上乗せされた100万円は、ハイブリッドエンジンで20万円、ボディと足回りで30万円、内外装と装備で50万円の上乗せかなと思います。そこにレクサスブランドなので、さらに100万円上乗せされ、現在の価格に落ち着いているのだと思います。マーク X の後期が2017年式、走行距離4万から7万キロぐらいで、約150から200万円で購入が可能です。レクサス IS300H の後期は、現在のところ、ほとんど在庫がない状態です。以上が、130系マーク X 後期と、レクサス IS300H 後期の徹底比較についてでした。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。当チャンネルでは、今回のような車関連の動画を日々配信しておりますので、まだチャンネル登録していない人は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして、当チャンネルでは、ブログも開設しています。気になる人は、動画の概要欄にリンクを貼っていますので、見てみてくださいね。それでは、次の動画でお会いしましょう。